ダメだったそういうこと。最初にそういうの決めたな。はい、こう行きましょう。バッカー。え、待って、やったよ。はい、こう行きましょう。バッカー。バッカー。やった、もう近いです。すげー。はい、やったね、はい、ということで、エハラゲチャンネル皆様のおかげで3周年を迎えました。告知動画なんですけど、ご飯食べながら行きましょう。ご飯いただきましょうか。せーの、いただきます。はい、3周年迎えましてですね、ちょっと今日は告知でございます。まずもう11月27日で3周年なんですけども、12月週1でコラボしたいと思います。いろんな方と、はい、11月2日から毎週金曜日コラボ動画を出させていただきますので、4週、ほんまはね、いつも通常回8回あるから、火曜日金曜日火曜日金曜日ってで8回全部コラボしようと思ったんですけど、12月はですね、うたくんの誕生日会もありますし、でね、クリスマスもありますから、ちょっと週1にさせていただこうと思っております。で、もしかしたら1月もコラボをずっと続けて8週連続でやれたらやりたいなと思ってますので、お楽しみしていただきたいと。そして12月2日の第1弾はですね、カジサクさんとのコラボでございます。そして12月超えて1月1日からエハラゲチャンネルのオープニングが変わります。トワ君がね、ハイクルバージョンみんなね、作ってほしいって言ってたんですけども、ちゃんと撮影もしまして、オープニングができていっておりますので、ぜひとも1月1日待っていただきたいと思います。やるさ、こうさ、なんかこの2人がさ、どうなってるかが楽しみです、うん、あ、そうね、歌ととは、なんかもうさ、今撮れた撮れたみたいな感じで、奇跡の瞬間ぐらいがさそう、これ楽しみにしていただきたいんですけども、プラスですね、編集がちょこちょこ変わりまして、今までさ、場面変わるときに、ちゃちゃって言って、エハラゲチャンネルってロゴ出てたやんか、あれもちょっと一新しまして、そしてエンディングもつけます、はい、エンディングも曲もできてますんで、なので、ちょっとこれよりもっとグレードアップして、4年目をスタートしていきたいなと、楽しみにしていきたいと思います。そして1月にですね、エハラ家の本が発売されます。まあ、いつもね、これ YouTube とかでもちょこちょこ言ってたんですけども、皆さんが見たいものをご収録しようと思いまして、子供たちの大好物のご飯のレシピであったりとか、あとみんなの書いてる絵とか、日常とか、エハラ家チャンネルどうやって作ってるかとか、まあ、見たいと思われてるものを作っていこうと思って、で、またね、その本の内容もまだ全部決まってないので、生放送で皆さんに募集しようと思ってますので、これ皆さんと一緒に本も作れたらいいなと思ってますんで、楽しみに待っていただきたいと思います。ちょうどエハラゲチャンネル始まった時さ、歌がこれぐらいやったから、あ、そうそう、ね、ね、だからこれからどんどんね、ウトー君が育てていくと思いますけども、皆さんぜひともこれからも、見ていただければ嬉しいなって思っております。ということで、今日は告知だけになりますけどもね、12月からも、楽しみに待っていただきたいと思いますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。